エレファーム連携。停電時もパナソニック製エネファームを連携する場合は、各機器の接続確認、設定などが必要です。パワーステーション、エネファーム別売り部材の装置連携用接続ユニット。アイセグ連携用無線アダプタの施工説明書に従って連携させてください。装置連携用接続ユニットを接続する場合は、パワーステーションの状態信号端子と装置連携用接続ユニットの CN2 端子を接続してください。エネファームの連携確認をする際は、パワーステーションの自立運転と連携運転の正常動作確認を完了した上で行ってください。最後に、パワーステーションの自立運転切り替え方法を自動切り替えに設定してください。施工の際は、施工説明書をよくお読みになり、安全・確実に施工を行ってください。